転校？そうだ、お前も聞いたことがあるだろう。鳳凰市の大鳥学園というところだ。大鳥学園って名門校じゃない。パパはね、昔大鳥学園で教えていたことがあるのよ。その関係でパパの娘を大鳥学園によこさないかって大鳥学園の理事長が。どうだい？いいお話だろう。うん、立派なところだよ、大鳥学園は。パパとママが出会ったのも大鳥学園だったのよ。へえ。そうだ、向こうに行ったらフェンシング場に行くといい。図書館の裏手に白亜の綺麗な建物があるからすぐにわかるはずだよ。お父さん、フェンシング強かったんだよね。ああ、だから大鳥学園ではフェンシング部の顧問をしていたよ。あの時のパパ素敵だったわ。君のスーツ姿もかっこよかったよ。格好だけであんまり強くなかったけどね。いいんだよ、女の子は強くなんかなくても。
ここが大鳥学園。私が前にいた公立とは大違い。なんか土地の使い方も贅沢な感じ。学校の中に森みたいなのあるし、やっぱり名門校だけあって校庭もすごく広いな。中等部校舎は初等部とか高等部とか校舎がいっぱいあるから慣れるまで迷っちゃいそう。それにあの鳥かごみたいなのは温室かな。前の学校じゃせいぜいウサギの飼育小屋だったもんね。さすが。あれ、なんだろう。この辺りで声が聞こえたと思ったんだけど。あ、誰かいる。なぜだ、アンシー。僕らの愛は偽りだったとでも言うのか。あの夜君は僕に全てを捧げると誓ったではないか。今の私はウテナ様とエンゲージする身です。僕の愛は受け入れられないというのか。はい。うわぁ、なんだか転校早々すごいとこに出くわしちゃった。あれ、後頭部の人かな。大人っぽいし、すっごい美形。あの子の恋人かしら。私はバラの花嫁、決闘の勝者の思うがままです。思うがまま。はい、思うがままです。バラの花嫁、決闘。なんだかわからないけど、いきなり大事件に遭遇しちゃったみたい。ほっとくわけにもいかないし、どうしよう。やめなさいよ。女の子殴るなんて、それでも男。なんだお前は。私は転校生よ。関係ない人間は引っ込んでいてもらおう。関係なくないわ、同じ女の子だもん。まったく、天井ウテナといい、この女といい、転校生というやつはどうして。僕がどうしたって。天井。ウテナ様。姫宮から離れろ、サイオンジ。また貴様か。ふん、まあいいさ、すぐに決闘で花嫁を取り返す。アンシー、それまでの辛抱だ。姫宮、大丈夫だったかい。ええ、大丈夫です、ウテナ様。君もありがとう。中等部の2年に今日転校してきたんです。
そう、僕は天井ウテナ、こっちは姫宮アンシ。さっきの色ぼけ男は、ウテナ様、もう始まってしまいます。あ、そっか、同じクラスになれるといいね。それじゃ。あ、ちょっと行っちゃった。かっこいい人。それにあのメガネの子も可愛かったし、なんかいいことありそうな予感。今日からこの2年 C 組で共に勉学に励むことになった新しい仲間だ。君、前に出て自己紹介を。自己紹介か。第一印象って大事だから、ちゃんと挨拶しなきゃ。はじめまして、と言います。公立の中学にいたので、寮生活は初めてです。どんな寮生活が始まるのか楽しみです。私の寮は。君の寮はまだ決まっていないんだ。放課後理事長室に挨拶に行った時に聞きなさい。荷物も放課後には届くはずだから。あ、はい。住所も学園のこともわからないことだらけなので、よろしくお願いします。やあ、また会ったね。あ、ウテナさん。ウテナでいいよ。その代わり僕も呼び捨てにするけど、いい？さんとかくんとかつけるのってかったるいんだよね。ウテナ、天井ウテナか。転校初日からこんなかっこいい人と友達になれるなんて、ついてるかも。せっかく知り合いになったんだからおしゃべりしたいけど、話そうかな。ねえ、ウテナ。何？ウテナって彼氏とかいるの？いないよ、そんなの。何よ、いつもの王子様はどうしたの？余計なこと言うなよ、若葉。転校したてで不安な女の子に嘘ついちゃいけないな。わかったよ。昔ね、僕がとても悲しくて寂しかった時、助けてくれた人がいたんだ。僕の涙を優しいキスで拭ってくれて、この指輪をくれたんだ。その人が僕の王子様。僕はその王子様に会うためにこの学園に来たんだ。へえ、意外な感じ。こんな男の子っぽいウテナがこんな少女趣味なこと言うなんて。
ねえ、バラの花嫁って何のこと？ほら、朝言ってたでしょ。それは私のことです。え？決闘に勝って私とエンゲージしたものは世界を革命する力を手に入れることができるんです。ちょっと姫宮、そんなことベラベラ喋っちゃっていいの？いいんです。決闘ってあのちゃんちゃんバラバラの？ええ、剣で相手の胸のバラを散らした方が勝ちとなります。まさかって思うだろ、普通信じないよな。じゃあ朝のあの人も？西園寺先輩はウテナ様の前の決闘の勝者、以前私とエンゲージしていた方です。エンゲージって？はい、エンゲージしたものは私を思いのままにできるのです。現在はウテナ様とエンゲージして。姫宮、そのウテナ様はやめてって言ってるだろ。でも私はウテナ様とエンゲージを。だから決闘？バラの花嫁？世界を革命する力？ひょっとしたら私、転校早々すっごく危ない人と友達になっちゃったのかも。ここで空気を戻さないとどんどん深みにはまっちゃうかも。よーし。ねえ、私もエンゲージってできるのかな？そうしたら世界を革命する力ってのが手に入るんでしょ？残念ですが、決闘するにはバラの刻印がないとダメなんです。バラの刻印？これのこと。じゃあダメか。でもひょっとしたら手に入るかもしれませんよ、バラの刻印。どうすればいいの？それはわかりませんけど。なんかアンシーって不思議な雰囲気の子だな。どこか浮世離れしてるっていうか。ウテナー！ん？あの人。あら、若葉さんですわ。おい若葉、こっちこっち。の方すっごく並んでてさ。だから寄せって言ったのに。でもデザートに紅茶キノコがついてるんだもの。うまいの？いけるわよ。だから並んでるんでしょ、ビーランチ。そうかな。はじめまして、私篠原若葉。あんたと同じクラスでウテナの恋人。よろしくね。篠原若葉さんか。ウテナとアンシーに比べると普通っぽい感じ。ちょっとホッとするかな。こちらこそよろしく。この学園ってまだわからないことだらけだから、いろいろ教えてね。任せといて。恋の手ほどき、学園の噂話、トレンディーなお店などなど、この篠原若葉様にお任せよ。ありがとう。困ったことがあったらぜひ相談させてもらうわ。